皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の10月の27日火曜日ですね。時間が非常に珍しくてですね、現在日本時間の夜9時9分9分ということは、ほぼ予定通り、久しぶりに、放送開始ができました。ということで今日の放送、ワイワイニュースライブ通算で3105回ということになります。ここ3週間ぐらいは配信妨害が基本的にはないということで、今日も配信妨害がないことを祈りながら、放送を開始したいということで、現時点で、映像も音声も問題なく配信されているということですね。ということで、第1部私の情報発信活動ということで、昨日の放送には配信妨害がありませんでしたということです。そして昨日の放送のメインテーマですね、70年以上にわたり日本の政治を独占支配する米国傀儡政党自民党政権を確実に倒す唯一の方法とは何かと、それのナンバー1なんですね。それで今日早かったんで表紙がの到着がちょっと遅れてまして、今日は紹介できませんので、明日紹介します。今日はめちゃくちゃ早いですね。ということで、たまにはこういうこともあってもいいのかなということですね。ここのところちょっと開始時間が遅すぎましたんで、終了時間が12時を回っちゃうということで、大変、やはり、1日の活動、翌日の活動に影響が あるんじゃないかと思いますので、できるだけ9時から9時半の間に毎回、放送開始したいと前から言ってますけど、それをぜひ実現していきたいなということで、今日は第、久しぶりに、9時8分という開始時間で、非常に、珍しく早く、放送開始できましたということです。で、昨日の放送はツイキャスと YouTube で、ライブ中継され、画像が配信されたということで、映像ですね。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが232名、YouTube が69名、全部で301名とこういうふうになってます。そして、ブログの配信、記事の配信活動ということで、昨日のメインテーマをブログ記事化したということで、過失訂正版になったんですね。ということで、私のグーのグーブログで配信しましたということです。それで、昨日時点で10月26日月曜日時点でのブログサイト杉並からの情報発信ですへの訪問者数ですね、 IP アドレスが883と、ページビューが2236と、こういうふうになってます。で、今日のメインテーマですね、第2部、私の主張ということで、昨日のメインテーマに過失訂正した部分を新たにタイトルをつけましてですね、自公政権打倒と市民革命政権樹立に向けて、市民革命派が知っておくべき日本の隠されている事実、真実、1から30と。こういうのが今日のメインテーマです。ナンバー1ということで、これはまあ31以降も50ぐらいまで続くと思うんですよね。非常に重要ですんで、これをメインテーマに、今日のメインテーマに持ってきました。で、まあ最初のスローガンみたいなのは、市民革命派は全てを自公政権打倒、市民革命政権樹立の一点に集中せよと。こういうことなんだね。それで、自公政権だと市民革命政権樹立に向けて、市民革命派が知っておくべき
日本の隠されている事実、真実のナンバー1ですね。で、1、日本は独立国ではなく、米国支配階級が政治、軍事、行政、司法、検察、警察支配する植民地国であると。独立国の体裁を取ってますけど、実際は米国支配階級にありとあらゆる政治、軍事、行政、司法、検察、警察支配されている植民地国なんだという現実をやはり知るべきでしょうね。から2つ目、日本は独立国ではなく、ロシアと国際金融マフィアが金融経済支配する金融奴隷国だということで、ですから日本の場合は二重に支配されているってことですよね。ロシアと国際金融マフィアが金融経済を支配し、その他の面は政治、軍事、行政、司法、検察、警察から教育もそうですよね、はアメリカ支配階級が支配していると。こういう二重支配の構造になっているということですね。砂ズキンさん、コンティニューコイン2枚ですね。それからミルキーさんがコンティニューコインます、3枚ですね。ありがとうございます。イキマルマさん、コンティニューコイン、から3番目、自民党は国民政党ではなく、米国支配階級が米国支配階級の利益のために使った傀儡政党であると。これですよ、自民党を国民政党と勘違いしている国民はぜひ間違いを正してもらいたいと。国民政党ではないと、米国の傀儡政党だと。4番目、日本の首相は米国支配階級が選ぶと、そういうことですよ。一見、日本の内部で選出しているように、見えますけど、実際は米国支配階級が OK を出さないとその人物は首相になれないと。たとえ首相となったとしても、田中角栄みたいですね、途中から米国支配階級の意向に反するような行動を取った場合は、直ちにスキャンダルを仕掛けられて逮捕、起訴されると、東京地検特捜部に逮捕起訴されるということになってますね。から日本の中央銀行総裁、日銀総裁はロシアと国際金融マフィアが選ぶということで、もうこれは歴代の日銀総裁は全てロシアと国際金融マフィアの工作員だとこういうことなんね。だから現在の黒田、もう何年やってるんですかね、2013年からですから、もう7年も日銀の総裁をやってるということで、典型的な、その前の白川日銀総裁と同じように、もう忠実にですね、ロシアと国際金融マフィアの命令に、忠実に従っているということです。だから安倍晋三と組んで、デフレ不況克服の大義名分で、政府が350兆、日銀が1万円札をするに吸って350兆円、合計700兆円の国民資産を投入したと、こういうことは背後にロシアで国際金マフィアの命令があったからですよね。その結果どうなったかというと、700兆円もの日本国民の資産を投入したにもかかわらず、日本経済の実質成長率っていうのは、いつも紹介してますように、GDP の実質成長率、2013年 2.0、 14年 0.38、 2015年 1.22、 2016年 0.52、2017年 2.17、 2018年 0.28、 そして去年2019年 0.67 と、惨憺たる経済成長しか
してないと。それは一体何なのかということですよね。これは実体経済にほとんど投入されなかったと。700兆円のおそらく600兆円とか650兆円が金融経済の方に投入されたから、金融バブル、株バブル、社債国債バブルが発生して、金融経済が、バブル化したということで、だから実体経済が成長しないと、そういう構図なんですよね。これはもう当初のロシアの国際金融マフィアが日本でデフレ不況を30年間続けさせると。これは白川が一切、日銀の金融緩和を取らなかったわけですよね。それは命令ですから。で、2008年の、リーマンショックの後の、世界金融恐慌に対して日本政府も、日本政府は財政出動したんですけど、日銀は一切金融緩和政策を取らなかったと。それは意図的に日本を長期間にわたってデフレ不況にさせるというロシアと国際金融マフィアの命令があったからですよね。その結果、20年間30年間日本経済はデフレ不況の真っ只にいたということで、で満を期して国民の不満を背景にして、デフレ不況を克服するという大義名分で安倍政権が登場したと、そういう構図なんですよね。最初からもう仕掛けられてるとこういうことでしょうね。で10番目、8番目か、日本のメガバンクはロシアと国際金融マフィアが支配していると。から9番目、日本の大企業はロシアと国際金融マフィアが株を支配していると。日本の名だたる大企業の株主はほとんどが外資系が握っちゃってると、こういうことですね。から10番目、日本の政治行政は日米合同委員会が決定しているということですね。この日米合同委員会の設置っていうのは法的な根拠がないんですね。日米協定という法律以前の協定で設置が、規定されているということで、国会の審議もあるいは日米合同委員会の内容もですね、ほとんど公開されないと、とんでもない代物なんですね。でこれを仕切ってるのが米軍横田基地の副司令官なんですね。ですからこれはアメリカの支配階級、その代理人としての在日米軍の軍人がですね、日本の官僚組織に対して、こと細かく、命令を下す場なんですね。日米合同委員会と、合同どこじゃないですよね。日米、命令委員会ですね。米国による日本の官僚に対する命令委員会ということですね。こんなのもう廃止すべきなんですよ。11番目、日本の検察警察は米国支配階級の手先であると。特に、東京地検特捜部っていうのはもともと GHQ のが直轄して、作った海外から旧軍人が隠匿した財宝とか金とか銀とか麻薬とか武器とかドルとか等々の財産資産を日本に持ち込むと、そして隠匿するというのを摘発する部隊として GHQ が作ったものなんですね。ですから現在は CIA の直轄部隊ということなんですね。当然ながら警察もその
その支配下に入っているということですね。から12番目、東京大学法学部はエリート官僚を国家権力犯罪者に養成する教育機関だと。この間の安倍に関わる、森友とか、あるいは家計学園問題とか、あるいは桜を見る会とか、さまざまな安倍が起こした 国家権力犯罪を隠蔽するために霞が関のエリート官僚が、公文書を改ざんするとか、公文書を破棄するとか、嘘を証言する、国会で証言するか等々の国家権力犯罪を、共謀してたわけですよね。彼らは全員東京大学法学部卒ということですんで、東京大学法学部っていうのは霞が関エリート官僚が国家権力犯罪者として、養成される教育機関だと言っても間違いじゃないですよね。こんなもの真っ先に解体すべきなんですよ。13番目、日本の霞が関国家エリート官僚と学者は米国留学で洗脳された米国支配階級の工作員と。だから典型的なのが エリート官僚、特に外務省とか等々の出世する官僚っていうのは全部アメリカ留学を経た官僚なんですね。あるいは学者っていうのは竹中平蔵みたいにハーバードに留学して、そこで完全に洗脳されて向こうの支配工作員として、日本に送り返されたとこういうことですよね。から14番目、日本のマスコミは真実事実の報道を放棄し、国民を騙す世論誘導洗脳機関だということですね。で特に、共同通信あるいは時事通信、そしてその背後で、全てを取り仕切っている電通、この3社っていうのは戦後一つの通信社が解体されて3つに分解されたと。その通信社っていうのは満州帝国通信社という、当時の陸軍中央がですね、満州国で、民間の通信社を装って、CIA みたいなさまざまな謀略、情報収集、あるいは武器密売、あるいは麻薬の製造密売、殺人、誘拐、何でもありという機関を作ったわけですよね。それが戦後何の反省もなく、何の批判もされず、3つに分解されてそのまま生き延びてきたというのが電通であり、共同通信であり、時事通信なんですね。15番目、日本の学者は事実真実を追求する、真実事実の探求を放棄し、権力が公認する学説を振りまく特権階層だとこういうことですね。だから肝心なことは、日本の学者っていうのは探求しないと、歴代自民党政権あるいは文科省が公認した認めた学説の枠の外には絶対出ないとこういうことなんですね。から16、日本の経済学者とマスコミは金融経済が実体経済の数十倍規模に膨れ上がっていると、そして実体経済を破壊しているという現実を決して語らないということですね。これは非常に大きいことですよね。隠していると、金融経済が存在するということを隠しているんですね。だから経済が、日本の経済学者は、あるいは世界でもそうですけど、
実体経済学あるいは金融経済学という範疇はないんですよね。金融商品というのがありますけど、一つの金融商品は部品とすれば全体の金融経済そのものを学問の対象として分析するというジャンルというのはないんですよね。で17番目、日本の経済学者とマスコミは欧州ロシア時計の総資産が5000兆円と50兆ドルということを決して語らないということですね。で18番目、日本の憲法学者は日本には憲法裁判所がないため憲法違反が常態化し無法国家となっているということを決して語らないということですね。和をもって、角をなくそう和洋さん、少しお話を聞いて外務省田中真紀子元ちょっと待ってくださいね、元外務大臣が外務省のことを含まれんと言い仕事をしたいだけと涙を流したことを思い出しました、こんばんはということですね。だからなんか外から入って福間伝を改革したいとこういった政治家は足を引っ張られるということですよね。なんだっけ、18番目、19番目、日本の憲法学者はこれは昨日のメインテーマとして取り上げましたけど、日本国憲法第7条天皇の国事行為の第2項、天皇は国会を召集する、第3項天皇は衆議院を解散するの文言が差し替えられているということを決して語らないと。だこれが戦後75年にわたって3度の例外を除いてですね、常に自民党が日本の政治を独占支配してきたからくりっていうのはこれなんですよね。憲法第7条3項に天皇は内閣総理大臣の承認と諮問に基づいて、衆議院を解散するという、天皇の国事行為の文言として、書かれてるんですけど、実際は衆議院を解散するっていうのは国事行為じゃなくて国政行為なんですよね。だこれはもう明白にマッカーサー、この日本国憲法を規範し制定したマッカーサー GHQ 総司令官が日本の戦後日本を 100% 植民支配するために傀儡政党吉田自由党、鳩山民主党、そして岸保守合同して岸 自民党が常に総選挙で勝利して衆議院の議席の過半数を確保して自民党の代表が内閣総大臣に就任するということを常に可能にするためにこの内閣総理大臣に衆議院の解散権を与えたんですよね。これは完全に謀略的な文言の差し替えですよね。このことを誰も言わないと、憲法学者マスコミ一切言わないということで、これが私は自公ファシスト政権打倒の鍵になると思いますね。だから安倍が2回にわたって衆議院を勝手な大義名分をでっち上げて衆議院を解散して総選挙して、かっこつき圧勝したという根拠自体が失われるわけですよね。だから今の菅政権の存在、菅政権の存在の根拠が失われるということになるわけですよね。これは大変なことなんですね。ですからこの戦い、この一点に絞って我々が戦えばですね、
4月とか7月、来年の 4月か7月に菅が大義名分をでち上げて衆議院を解散して、そして再度勝利すると、自民党公明党が勝利するという構図をですね、阻止できるわけですよね。そして来年10月に任期満了で4年の衆議院の任期が満了して、衆議院が自然解散すると、そして総選挙するという本来の姿に立ち戻るわけですよね。そして、その間に我々市民革命派と、それからいわゆる 100% の純度の純粋野党という日本の野党は、自民党偽装、自民党偽装野党で自民党とつながった、勢力が野党の中に紛れ込んでますんで、それを排除した 100% 純度 100% の純粋野党が共闘するということで、自民党政権、自公政権のこの間の権力犯罪を徹底的に追及するという中で、3000万票の票を獲得して政権交代を実現するということは可能なんですよね。何番でしたっけ。ああ19番ですね。文言の差し替えで、20番目、日本の歴史学者は明治維新はロシアと国際金融マフィアが背後で仕掛けた軍事クーデーターであったことを決して語らないと。から21番目、日本の歴史学者は明治維新の最中、孝明天皇と嫡子陸奥、嫡子陸奥人か、明治天皇に即位した陸奥人が伊藤博文らに暗殺され、明治天皇が大物虎之助に差し替えられた事実を決して語らないと。だから孝明天皇っていうのは、いわゆる、公武合体派で平和的に、体制のいわゆる天皇家とそれから幕府がですね、合体して、公武合体して、いわゆるイギリス的な、天皇を天皇とそれから議会のハイブリッドの政治体制を目指してたんですね。で、軍事クーデター派にとっては邪魔だということで、伊藤博文自らが孝明天皇を暗殺したと。そして直後に、明治天皇になった陸奥人、15歳の陸奥人親王も毒殺したということで、田伏村出身の大村トランスペネ、に差し替えて、偽装して、ずっとそれが明治天皇として、通用させたということを、これは最大のタブーですからね。日本の政治学者と歴史学者は絶対言わないですね。から23番目、日本の政治学者と歴史学者は広島長崎への米軍による原爆投下は1944年9月18日に行われたチャーチル A 首相とルーズベルト米大統領のハイドパーク秘密協定会談ですでに決定されたんだということを決して語らないんですね。この二人なんですよ。だから1944年ですから、もう1年近く前にすでに広島と長崎に新型爆弾、原子爆弾を投下するということは決定されてたということですね。ハイドパークというニューヨークの北にある高級住宅街、ここにルーズベルト大統領の邸宅があったんですね。そこに突然チャーチルがわざわざ訪ねてきたと
ということで、この2人が秘密会談をして、ハイドパーク協定というのを結んだんですね。そこで広島長崎への 米軍による原爆投下がすでに決定されたということ、この重大な事実を日本の政治学者、歴史学者は一切語らないと。これは23、24、日本の政治学者と歴史学者は米国支配階級が昭和天皇広人を戦後日本の植民地支配に利用するためにわざと殺さなかったと、を決して語らないと。だから彼らはですね、まあ昨日も言いましたけど、1944年の3月10日の東京大空襲で一晩で下町の人10万人が殺されたんですね、焼夷弾で。で当然ながら皇居を爆撃、絨毯爆撃すればですね、昭和天皇広人がその地下に、避難場所があると。そして、大本営の軍人たちも周辺に、避難しているということで、ここを重点的に爆撃すれば日本の総司令部、天皇を含めた総司令部は殲滅できたんですよね。それをわざわざしないで、無抵抗の何の抵抗もできない、何も知らない10万人の一般市民を殺したということなのね。それはなぜかというと、すでに彼らはこの太平洋戦争で、日本を任して、戦後の日本を どのように支配するかということをプロジェクトチームを作って研究してたわけですよね。でその中で、当時の日本人のほぼ 100% がカルト宗教、天皇教を信じているという現実を見て、昭和天皇広人を生かしたまま、そして彼をイメージチェンジさせて、そして天皇制の名前を変えて、より民主的近代的な装いを施した天皇制のトップに再び据えるということが、戦後日本を米国の 100% 完全植民地として、支配する一番の最良の方法だという結論が出ていたんですよね。だから昭和天皇広人をその絨毯爆撃で殺さないということとともに、戦後アジア太平洋侵略戦争の5000万人のアジア諸国民を殺した侵略戦争の最高最大の犯罪に昭和天皇広人を 100% 無罪、免責、免罪にしたということなんですね。このことを誰も言わないですよね。25番目、日本の政治家と歴史学者は敗戦直後に昭和天皇広人がマッカーサー GHQ 元帥に11回も会談したと。そして命乞いと、それから天皇制の誤字と、それから反共のために米軍の日本駐留を懇願したと。そして沖縄を米国に売ったという事実を決して語らないんですね。だから昭和天皇広人なんですよ、沖縄を売ったのは。だからもしもあの当時は中華人民共和国が成立し、そして朝鮮戦争が始まってたと、1950年から53年まで、いつ、そして国内でも社会主義政党、社会党、あるいは共産党の労働運動が激しさを増してきたということで、いつ何時日本に共産党政権ができんではないかということで、昭和天皇広人は
それを恐れたんですね。それでマッカーサーに11回も会って、その都度私の命を守ってくれと、天皇制を守ってくれと、そして反共の防波堤になってほ、なってほしいと、そのためには日本の国土どこでもどれだけの長期間でもどれだけの軍人の数でもいいからぜひ駐留してくださいという懇願をしたわけですよね。から26、日本の政治学者は岸信介が CIA 工作員であったことを決して語らないと。だから今日読むところ、この CIA 秘録の上の2回目、ここに出てくると思うんですね。工作員岸信介が直接、CIA の帝国ホテルかなにあった CIA の支局に金をもらいに、来たという記述もあるんですね。から27、日本の教育者は検定教科書の内容を無批判に生徒に教える洗脳工作員だと。そうなんですよ。学者も問題がありますけど、日本の学者も日本の教育者も、まあ、少数の良心的な人を除いてほとんどが文部省が検定教科書として採用した内容をそのまま無批判に生徒に教えると、詰め込ませると、洗脳工作員だと言ってもいいと思いますね。から28、自民党の補完勢力として自民党と20年以上連立を組んでいる公明党は実は政党ではないんだと。これはもうカルト宗教創価学会の一部門なんですよね。宗教組織なんですよ。だから公明党イコール宗教組織ということであれば、日本国憲法第20条の第1項、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないという規定に完全に違反するんですよ。憲法違反、公明党というのは憲法違反の宗教団体ですから、即刻解散すると。財産没収の上、解散するとこういうことですね。で、創価学会も同じように、憲法違反のカルト宗教は解体すると、全資産没収するとこういうことが絶対必要ですよね。から29番目、米国支配階級は戦後日本を植民地支配するためにカルト宗教天皇制を徹底的に利用したと。で、昭和天皇広氏との戦争犯罪を 100% 免罪免責した上、名前を変えた象徴天皇制のトップに再び据えたということですね。から30番目、アジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇広氏とは5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した最大最高の戦争犯罪人であると。これは井上清さんという京大の教授がはっきり本の中で言ってることなんですね。ということでナンバー1終わりです。1から30ですけど、まあ他にもいろいろありますんで、これからもナンバー2で、取り上げていきたいというふうに思います。この辺のことをちゃんと認識するか理解するかしないかによって、やはり市民革命派と、あるいは伝統的な市民運動活動家との差が出てくると思うんですね。土山純一さんですね。お茶爆10とコンティニューコイン2枚です。ありがとうございます。のこのこさん、コンティニューコイン2枚ですね。から小僧くん、お茶ですね。それから泡をもってさんはさっき読みましたね。あと砂月さんから3つのメッセージですね。いつもアップしていただいてますけど、ありがとうございます。初めての方へということで、山崎氏のキャスは一行
一言コメントが手段なし行為があってから禁止と。このキャストの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますと。それから初めてご覧の方へ2と。このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送、水曜日は各週で英語とフランス語と日本語の2カ国語で放送していますと。過去動画は YouTube でご覧になりますということで YouTube の URL を貼り付けてもらいました。ですから明日水曜日はフランス語なんですね。普通日語放送なんですね。各週ですから。そして3つ目のコメント、メッセージ、コメントされる方へと。コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任を負わないと。品のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固く お断りしますということですね。から軍政事故ロさん、公明党に公明さなしとなるほど、全然ないですよね。公明党イコール不公明と、ということで、そういうことですね。で今日のメインテーマをポイントをアップしますね。結構30あるんで大変ですけど、でも重要ですんでね、ぜひこの30の隠されている真実事実を知ってもらいたいと、できるだけ広く知ってもらいたいということですよね。で市民革命派は全てを自公政権打倒、市民革命政権樹立の一点に集中せよと。そうなんですよ。だから中途半端な政権交代なんかと必要ないんですよね。市民革命政権を樹立するという 目的のために全てを集中すべきだということですね。1、日本は独立国ではなく、米国支配階級が政治、軍事、行政、司法、検察、警察、教育、支配する植民地国だと。こんな、いわゆる先進国は、日本以外ないんじゃないですか。ここまで完全に二重支配されている。日本は独立国ではなく、ロシアで国際金融マフィアが金融経済支配する金融奴隷国であると。から3、自民党は国民政党ではなく、米国支配階級が米国支配階級の利益のために作った傀儡政党である。K さん、コンティニューコインですね。から日本の首相は米国支配階級が選ぶと。日本の最高裁長官は米国支配階級が選ぶと。で日本の中央銀行総裁はロシアと国際金融マフィアが選ぶと。日本のメガバンクはロシアと国際金融マフィアが支配すると。日本の大企業はロシアと国際金融マフィアが株支配していると。日本の政治行政は日米合同委員会が決定していると。から日本の検察警察は米国支配階級の手先であると。東京大学法学部はエリート官僚を
国家権力犯罪者に要請する教育機関だと。そういうことですよ。日本の霞が関、国家エリート官僚と学者は米国留学で洗脳された米国社会階級の工作員であると。みんなアメリカ帰りなんですね。日本のマスコミは事実、真実事実の報道を放棄し、国民を騙す世論誘導洗脳機関であると。特にテレビなんかひどいですね。日本のテレビは完全に世論誘導洗脳機関になってますね。だから一年中テレビをつけっぱなししてると、もう完全にバカになりますよね。15、日本の学者は事実真実の探求を放棄し、権力が公認する学説を振りまく特権階層であると。だから学説から外れた批判等々は主流派にはならないんですね。そんなこと言ってると教授になれないよとか出世しないよとか言われるわけでしょ。日本の経済学者とマスコミは数十倍規模の金融経済が実体経済を破壊している現実を決して語らないと。金融経済とか実体経済という概念自体が存在しないんですよね。学問も存在しないんですね。実体経済学とか金融経済学っていうのは独立した経済学ではないんですよね。から17、日本の経済学者マスコミは欧州ロシア独家の総資産は5000兆円であると決して語らないと。だから世界一の金持ちはアマゾンのベゾスだと、20兆円だと。その次はマイクロソフトのビル・ゲイツだと、14兆円だということで騒いでるんですけど、その背後に決してマスコミ経済学者が語らない欧州ロシア時計、あるいはロックフェラーとか、あるいは英国の王室、スペインの王室、ベルギーの王室、あるいはバチカン等々の創始者に関して彼らは一切語らないんですね。なんかタイの国王の資産が7兆円って言ってましたけどね。18番目、日本の憲法学者は日本には憲法裁判所がないため憲法違反が常態化し無法国家になっているということを決して語らない。憲法裁判所が絶対必要だっていうことを日本の憲法学者は一切言わないんだよね。何なんだろうね。19、日本の憲法学者は日本国憲法第7条天皇の国事行為第2項天皇は国会を召集する第3項天皇は衆議院を解散するの文言の差し替えを決して語らないと。これこそが最大のタブーでしょ。誰も言わないですよ。これはもう明快にマッカーサー、米国の支配階級の代理人としてのマッカーサー GHQ 総司令官がさっき言いましたように日本の傀儡政党が常に総選挙に勝利して衆議院の議席の過半数を握れるように衆議院の解散権を与えて野党が弱体化していると、野党に金がないと、野党が分裂していると、いう時を狙って解散できるようにしたんですね。だから24回戦後衆議院を解散、衆議院の解散と総選挙が行われたんですけど、そのうち19回が自民党政権の首相が
適当な大義名分をでっち上げて、一番最初はあれみたいですね、吉田茂がバカ野郎って言って解散したという、それをきっかけにして、19回もですね、自分たちに都合のいい時に解散して総選挙を行って、常に勝ってきたということなんで、ここが彼らの、一番の弱いところなんですね。ここを つくべきなんですね、我々は。で、20番目、日本の歴史学者は明治維新はロシアと国際金融マフィアが背後で仕掛けた軍事クーデターであったことを決して語らないと。そういうことですよね。だからなぜ、1回の土佐藩の浪人の分際でしかない坂本龍馬が薩長の犬猿の仲だった倒幕二藩をの同盟を仲介できたのかと。普通だったらそんなことありえないでしょ。何の後ろ盾もない。たとえ坂本龍馬がその交渉力に秀でたとしてしたとしてもですね、こんなことはありえないですね。なぜ彼は薩長同盟を成功させたのかと。なぜならば彼はグラバーの配下で、欧州の最新兵器軍艦等々の調達ルートを持ってたからですよ。そして薩摩藩に流してたんですけど、それを薩摩藩経由で、長州に流すというのが薩長同盟のポイントなんですよね。それまでは犬猿の仲だったんですよね。20番、21、日本の歴史学者は明治維新の最中、孝明天皇と嫡子睦仁、明治天皇が伊藤博文らに暗殺され、明治天皇が大物虎之助に差し替えられた事実を決して語らないと。これも最大のタブーでしょうね。だから鬼塚さんはじめごく少数の在野のノンフィクションライターが主張してただけですよね。だから陰謀論者として、鬼塚さんなんかはあれほど本を出してる人で著名な人も、死亡した際は死亡記事が一切マスコミに載らなかった、完全に無視されたという、見事なもんですよね。から日本の歴史学者は、なんかそうか、さっき言いましたね、孝明天皇っていうのが平和路線で体制を変革したいという、という路線が邪魔だったんですよね、クーデター派にとっては。だから殺して、そして睦仁親王も殺して、大村虎之助に差し替えちゃったと、こういうこと、最大のタブーですが、これは決して誰も言わないと。言ったら陰謀論者として片付けられるだけですよね。そして22番目、日本の政治学者と歴史学者は伊藤博文が大日本帝国憲法をほぼ一人で、起案し、天皇に全ての世俗的権力と神権を与えて生き神にしたということを決して語らないと。だからタイの王政の、AFP の記事の中に、タイもおそらくタイの王政の基本構造っていうのは日本の大日本帝国憲法を参考にしてると思うんですね。だからタイの憲法の中にも、天皇は神聖にして犯すべからずとこういうのが入ってて、それが不敬罪で、国王批判
あるいは国王の、妃が寵愛してる犬をなんか、SNS でからかったら、それも不敬罪で逮捕され、懲役、裁判かけられて懲役で刑務所に送られるとかね、とんでもない不敬罪が横行してて、それが最大の恐怖の的だったんですよね。そのモデルはやはり日本の、戦前の日本ですよ。不敬罪ですよ。軍政さん、学術会議も任命拒否された6人を引いた99人は、己の学者としての本分を忘れた存在になっている。会議メンバーの学者が批判しているのは左翼新聞に過ぎないと発言したのを聞いてがっかりしたと。あ、そうなんだ。そうなんですよ。学術会議の構成メンバー、たまたま学術会議がこの菅首相によって6名が任命拒否されたということなんですけど、150名いる学術会議でのメンバーの一人一人っていうのは、本当の意味の学者っていうのはおそらく少ないんでしょうね。これは学術会議ですから、各学会が推薦する学者を取りまとめて内閣に提出して、ほぼそれが全員認可されてきた歴史ですから、中身を考えればですね、とんでもないやつらがこの中にいると思うんですよね、150人いる中で。本当に学者として真実事実を追求するんだという学者本来の職業意識に目覚めて、正しいことは正しいとして、研究発表、そして学生を教えてる本物の学者は何人いるのかということでしょうね。だから左翼新聞が騒いでるだけですよという発言をする人間がいたっていうことで、いるでしょうね。雪丸丸さん、大室忠相は南朝の末裔だというのが薩長の大義名分のようですと、今の皇居の真ん中に楠木正成像がわざわざ置いてますよねと。そうですね。だから北朝の正統天皇の筋の北朝であれば、南朝の軍人である楠木正成像をわざわざ皇居の真ん中に置くことないですね。これは大物虎之助が最初は明治天皇として、おどおどしてたわけですよね。全然違う世界に、なりすましを命ぜられて、でそれが徐々にですね、彼は明治天皇としての経験も積んで威厳も出てきたということで、最後の最後に南朝の、自分たちは南朝なんだと、正統は南朝だという証拠を残したいということで、わざわざこういうことをやったんでしょうね。軍城か、軍城と読みますよねと、軍城と読むんですが、失礼しました。軍城ですね。雪丸丸さん、南朝の末裔というのも怪しいもだと思いますけどねと。そうですよ。だからもう完全にあれですよ、北朝に対して南朝の正統だということで、思い込みでしょ。何の証
客観的証拠も何もないんでしょうね。韓国からの密航者だった。まあ大柄だったんですね。ということで、何でしたっけ、何番まで行きましたっけ。21か。21ですね。それで次に22ですね。30までありますからね。22か。ああ、大日本帝国憲法っていうのは伊藤博文がほぼ一人で起案して、これは22っていうのは行きましたっけ。ああ、そうですね、アップしましたね。23ですね、次は。伊藤博文ですよ。すべて仕切ったのが。23、日本の政治学者と歴史学者は広島、長崎への米軍による原爆投下は1944年9月18日に行われたチャーチルと A 首相とルーズベルト米大統領のと、ここで切りますね。秘密会談ですでに決められていたと。いう事実は誰も言わないと。輪を持って角をなくそうという、コンティニューコイン2枚ですね。22までですね。23。で、ハイドパーク秘密協定会談で決定された事実を決して語らないと。これはハイドパークというルーズベルトの邸宅があったところにわざわざチャーチルが訪ねてったんですね。で、1944年9月18日っていうのは、ルーズベルトが再選の大統領選挙の、真っ最中っていうか、そうですよね、11月に投票ですから、その忙しい中、わざわざチャーチルが訪ねてきた。5選目だったんですね。で、ルーズベルトは当選して、で、翌年の4月に、急死したんですね。で、24番目、日本の政治学者と歴史学者、米国支配階級が昭和天皇裕仁を戦後日本の植民地支配に利用するためにわざと殺せなかったということを決して語らないと。だから1944年の3月10日にもしも米軍がですね、下町を爆撃しないで皇居周辺を爆撃していれば、そこでもう天皇及び大本営中枢の軍人たちが一挙に殲滅されるということで、もうそこで日本は完全降伏ですよね。だから長崎とか広島への原爆投下とか、あるいはその後の全国200カ所の絨毯爆撃で100万人殺されてるんですけど、それもなかったはずなんですね。それをやんないで長引かせたというのがルーズベルトですよ。真珠湾攻撃を喜んだ2人でもありますねという。そうですよ、真珠湾攻撃をさせたのもルーズベルトですよ。誘導したのも。で、事前に、レーダーで、連合艦隊が真珠湾攻撃を目的に、向かっているということをルーズベルト知ってたんですけど、それをわざと現地に、知らせなかったんですよね。だから3000人の将兵が人身御供として、利用されたんですね。
ルーズベルトに。そうですね、人種差別があったんでしょうね。だから同じドイツには一切、そのハイドパーク協定の中で、ドイツの降伏ももう間近だったんですね。日本の降伏も間近と同じ条件だったんですけど、ドイツには原爆投下はしないと。それはもう同じ白人だからですよ。で、人体実験として、人類初の人体実験を黄色人種の日本人を使ってやろうということでしょうね。から25、日本の政治学者と歴史学者は敗戦直後に昭和天皇広人がマッカーサー元帥に11回も会談し、命乞いと天皇制擁護と反共のために米軍の日本駐留を懇願し、米国を沖縄を米国に売ったこと、決して語らないんですね。これちょっと字数が多いから、だから歴史の教科書には第1回目のマッカーサーと昭和天皇広人と の, あの会談の有名な写真が載ってるだけで、その後 10回も会談したっていうことは知らされてないですよね。文城さん、真珠湾攻撃も、あ、これ2人でもありますねと、そういうことですね。そして26、日本の政治学者は岸信介が CIA 工作員であったことを決して語らないと、今日の朗読の中で出てきますんで。27、日本の教育者は検定教科書の内容を無批判に生徒に教える洗脳工作員だと。そうでしょうね。だから日本の教育の中で、これはおかしいんじゃないですかとか、私はこう思いますとか、そういう双方向のやり取りができないんじゃないですか。で、僕らの時代はまだいい先生が残ってたんですけど、今はほとんどいないんじゃないですかね。だから年間のスケジュール通りに教科書が、進むように、途中で、生徒からの批判とか疑問とかに丁寧に答える余裕のある教師はほとんどいなくなっちゃったということでしょう。だから洗脳工作員だということになっちゃうんですね。そのことを自覚してるんですかね。28、自民党の補完勢力として自民党と20年以上にわたって連立を組んでいる公明党は政党ではなくカルト宗教組織会の宗教組織と。そうなんですよ、宗教組織なんですよ、あれは。だから宗教組織が、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないと。日本国憲法第20条の第1項、これに違反してるんですね。政党ではなくて宗教団体なんですよ。だから憲法違反の組織だから解体すると。から29、米国支配階級は戦後日本を植民支配するためにカルト宗教天皇制を徹底的に利用したと。昭和天皇広人の戦争犯罪を 100% 免罪免責にした上、
日本国憲法1条から8条まで天皇制を持ってきたんですね。上、名前を変えた象徴天皇制のトップに再び据えたと。すごいですよね。こんなこと他の国ではありえないですね。CIA の工作員の名前に博仁の名前が載ってるっていう、私、ブログ書いたことありますよね、記事で。で30番、アジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇博仁は5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した最大最高の戦争犯罪人であると。こういうことを言う人は今誰もいなくなっちゃったんじゃないですかね。というのが今日のメインテーマです。ということで、今日のメインテーマはそういうことです。軍情さん、さすがご存知でしたかということで、例の CIA の工作員のリストの中に入ってたんですね。だからつながってたんじゃないですか。いうことで、第3部今日の推奨本ですね。最初はこの本ですね、鈴木恵子さん、新天皇の時代は世界大崩壊の時代となるということと、今日は第75回ですね、第10章、トランプ大統領は新、大東亜戦争を勃発させる中の米国は大分裂の時代に突入すると、ここを読みますね。これで、第、10章は終わりで、明日から第11章ですね、欧州世界は世界軍を構築するというところです。今日読むとこ、米国は大分裂の時代に突入すると。近未来世界の米国はどうなるかと、本書の立場からは大統領選挙の結果がどうなるかは根本問題ではないのだよと。なぜならば米国の行方は決まっているからだと。近未来予測1、米国は大分裂の時代に突入すると。真面目な日本国民はまさかというかもしれないが、そうではないのだと。もともと米国などは存在しない。米国はアメリカ合衆国と表記されるが、正確にはアメリカ合衆国、州っていうのが大衆の州というふうに表記されるが、実際は、ステートですね、州が合わさったものだと。ユナイテッド・ステイト・オブ・アメリカ・ USA と表記すべき国家であると。そうだよね。なんで合衆国の州が大衆の州に なってるのかね。つまり米国は州の集合体に過ぎないと。50の州および、連邦区などからなる連邦共和制国家と。平たく言えば米国は人造国家、欧州ロシア時計が作り出した人造国家であり、それはいつ空中分解しても不思議ではない構造になっていると。1861年米国では南北戦争、1865年が勃発したと。歴史の教科書ではあれは奴隷解放をめぐる戦争ということになっている。つまり北部イコール奴隷解放、そして南部が奴隷制度が戦った、そして北部奴隷解放が勝利した。だがそれは上辺の上辺の話であると。南北戦争の正体は黒い貴族 VS 欧州ロシア時計の戦争だったと。ああなるほどね。北部イコール欧州ロシア時計と、南部黒い貴族と。1492年コロンブスは新大陸を発見したと。そして大航海時代が始まるが、この時新大陸に向かったのは黒い貴族だったと。これについては先に述べたはずであると。第3章、
黒い貴族は新大陸の先住民族を皆殺しにし虐殺し、アフリカから黒人奴隷を運搬し米国に奴隷制度を作り出したと。米国南部の奴隷制度の本尊は黒い貴族の血脈なんだと。1815年、欧州ロシア時計は黒い貴族を打倒してイングランド銀行を乗っ取ったと。そして彼らは新大陸に向かうと。彼らの米国拠点はニューヨークだったと。米国北部で金融業を拡大しようとしていたのは欧州ロシア時計なのであると。北部欧州ロシア時計にとって奴隷解放は南部黒い貴族と戦うための口実に過ぎないと。それゆえ北軍に勝利して南北戦争が終わっても奴隷制度は存続したと。1865年、南北戦争終結と同時にリンカーン大統領が暗殺されたと。その根本的理由は彼が欧州ロシア時計に牙を剥いたからであると。彼は欧州ロシア時計による米国支配を認めなかった。それで彼らの手先に殺されたと。さて、近未来世界の米国はどうなるかと。米国は南北戦争時代に向かうのだと。同時に米国は大分裂を開始する。そのことは決まっているのであると。その背後情勢を証論するためには別の書物が必要と。ここでは結論だけを提示すると。近未来予測2、米国は新南北戦争の時代に向かうと。右のようなことを述べると読者の中にはそんなことがあるはずがないとおっしゃる人もいるだろう。だがそうではないのだと。その証拠に目の前の米国を見てほしいと。2020年2月4日、米国議会ではトランプ大統領の一般教書演説が行われたと。ではその前後の情勢はどうだったかと。以下の出来事は読者諸氏にも記憶があるはずと。トランプの演説直前、野党民主党のペロシ下院議長は握手するために手を差し出した。だがトランプはそれを無視したと。トランプは非礼な男なんだ。そしてどうなったかと。トランプが一般教書演説を終えた瞬間、ペロシ下院議長はその演説走行をビリビリと引き裂いたと。その心はやられたらやり返すということなんだことかと。右は現在の米国議会をめぐるバカバカしい一コマに過ぎないが、それでもここには米国の行方、近未来世界の米国情勢が密かに滲んでいるのであると。右の翌日、トランプ大統領の弾劾裁判は無罪判決で終わると。2月5日、トランプのウクライナ疑惑について上院は与党共和党の多数決で無罪の評決を下したと。トランプのウクライナ疑惑とは昨年2019年7月ウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談の際、トランプがバイデン前副大統領の疑惑を調べるよう要求したことを中心とする疑惑、圧力をかけるためウクライナへの軍事支援を一時凍結した疑いもあると。真実かどうかであるかは不明だが、本省の立場からはトランプはやっていたに違いないと。米国議会はまともに調査しなかったというしかないと。共和党の上院議員の大半はトランプを擁護しており、弾劾裁判の勝利は共和党 vs 民主党の芝居でしかないのだと。現代世界、近未来世界に生きる日本国民は米国認識を大きく改めるべきであると。投資現代の米国はすでに壊れた国家であると。米国大統領選挙などは芝居に過ぎないと。そんなものどうなっても全体情勢には関係がない。本書の立場からは現代の米国は破壊された国家ということだと。なるほど、なかなか鋭いあれですね。南北戦争の背後というのはそういうことなんでね。黒い貴族が南部、それから欧州ロシア時計が北部とこういうことですね。コンピューターシステムさんですね。ハローですね。輪を持って角をなくそうさん、歴史とは勝者が作り上げたと。そうですよね。そうです。軍上さん、合衆国、本来だったら合衆って、そうですね、ステーツが集まったんですね。
ということです。そして今日読むところが昨日今日で2回で終わりですけど、この CIA 秘録の上ですね、第12章で、日本での CIA の活動を詳細したところなんですね。で、今やみんな民主主義者だというところと、それから情報と金の交換で、7ページですね、ここ今日読みますね。岸信介は日本に台頭する保守派の指導者になったと。国会議員に選出されて4年も経たないうちに国会内での最大勢力を支配するようになった。そして一旦権力を握るとその後半世紀近く続く政権を築いていったと。岸は1941年アメリカに対する宣戦布告時の閣僚であり商工大臣を務めていたと。戦後永久戦犯容疑者として収監されていた間も岸はアメリカの上層部に味方がいたと。そのうちの一人に日本によるパールハーバー攻撃があったとき駐日大使を務めていたジョゼフ・グルーだった。グルーは戦後開戦後の1942年東京の収容所に入っていたが、当時戦時内閣の閣僚だった岸がグルーを収容所から出してやりゴルフを共にしたことがあったと。2人は友人になったと。岸が菅野拘置所に出所した数日後、グルーは自由ヨーロッパ全国委員会の初代委員長になったと。この委員会は自由ヨーロッパ放送などの政治戦争計画を支援するために CIA が設けた偽装組織だったと。釈放された岸はその足で首相公邸を訪れたと。そこには弟の佐藤栄作が占領下の政府で官房長官を務めていたと。佐藤は公所での制服を着替えるようにと兄に背広を手渡したと。おかしなもんだなと岸は弟に言ったと。今や我々みんな民主主義者だと。それから7年間の我慢強い計画が岸を戦犯容疑者から首相へと変身させたと。岸はニューズウィーク誌の東京支局長から英語のレッスンを受け、同市外信部長のハリー・カーンを通してアメリカの政治家に志向を得ることになると。カーンはアレン・ダレスの親友で後に東京における CIA の仲介役を務めたと。岸はアメリカ大使館当局者との関係を珍種の蘭を育てるように大事に育んだと。当初は用心深く行動していたと。依然として悪評も高く警察が尾行するのが常だったと。1954年5月、岸は東京の歌舞伎座で一種の政治的なデビューを果たしたと。元 OSS 要員で東京大使館の情報宣伝担当官として CIA ととも協力関係にあるビル・ハッチンスンを歌舞伎観劇に招待したのだと。幕間に飾り立てた劇場のロビーで日本のリーダーである友人たちにハッチンスンを引き回して紹介したと。当時としては極めて異例のことだったが、それは純粋に政治的な見せ物であったと。岸なりに自分が国際的な舞台にアメリカのお気に入りとして戻ってきたことを公表したものだったと。岸は1年ほどの間隠密に CIA や国務省の当局者とハッチンスン家の居間で会っていたと。彼がアメリカ政府から少なくとも暗黙の支援を求めていたことは明らかだったとハッチンスンは回想していると。一連の会談はその後40年間日米関係の土台を築くことになったと。岸はアメリカ人に自分の戦略は自由とをひっくり返し名前を改め立て直して自分が動かすことだと語っていたと。岸が舵を取る新しい自由民主党は自由主義的でも民主主義的でもなく愛国日本の肺の中から立ち上がった右派の封建的な指導者たちを多くそのメンバーとしていたと。岸は当初は舞台裏で仕事をし先輩の政治家に首相の地位を譲っていたが、やがて自分の出番が巡ってきたと。岸は日本の外交政策をアメリカの望むものに変えていくことを約束したと。アメリカは日本に軍事基地を維持し、日本にとっては微妙な問題でもある核兵器も日本国内に配備したいと考えていたと。
騎士が見返りに求めてたのはアメリカからの政治的支援だったと。フォスター・ダレス国務長官は1955年8月に岸と会い、面と向かってもし日本の保守派が一貫して共産主義者とのアメリカとの戦いを助けるならば支援を期待してよろしいと言ったと。そのアメリカの支援が何であるかは誰もが理解していたと。岸はアメリカ大使館上級政策担当官のサム・バーガーに自分とアメリカの主たる連絡役として若手のあまり日本では知られていない下級の人間と直接話をするのが最善だろうと言ったと。その役割は CIA のクライド・マカボイに割り振られたと。マカボイは海兵隊上がり沖縄の戦の生き残りで一時新聞記者をした後 CIA に加わっていたと。マカボイは日本到着後間もなくバーガーによって騎士に引き合わされることになると。この時 CIA が外国の政治指導者として間で培った最も強力な関係者の一つが誕生したと。で、情報と金の交換と。 CIA と自民党の間で行われた最も重要なやり取りは情報と金の交換だったと。金は党を支援し内部の情報提供者を雇うのに使われたと。アメリカ側は30年後に国会議員や閣僚、長老政治家になる将来性のある若者との間に金銭による関係を確立したと。彼らは力を合わせて自民党を強化し社会党や労働組合を転覆しようとしたと。外国の政治家を金で操ることにかけては CIA は7年前にイタリアで手掛けていた時よりもうまくなっていたと。現金が詰まったスーツケースを高級ホテルで手渡すというやり方ではなく信用できるアメリカのビジネスマンを仲介役に使って協力相手の利益になるような形で金を届けていたと。こうした仲介役の中にロッキード社の役員がいたと。同社は当時、高高度戦闘偵察機 U2 を製造中だったが、日本とは基地が強化を目指す新しい自衛隊に航空機を売り込む交渉をしていたと。1955年11月、自由民主党の旗のもとに日本の保守勢力は統合されたと。で、岸は保守合同後幹事長に就任する党の有力者だったが、議会の中には岸に協力する議員を増やす工作を CIA が始めるのを黙認することになると。巧みにトップに上り詰める中で、岸は CIA と二人三脚でアメリカと日本との間に新たな安全保障条約を作り上げていこうとするのであると。岸を担当していた CIA のクライド・マカボイは戦後日本の新しい外交政策に影響を及ぼすことができたのであると。1957年6月、囚人服を脱ぎ捨ててからわずか8年後に岸はアメリカ訪問を実現させたと。ヤンキースタジアムで始球式のボールを投げ、アメリカ大統領とともに白人専用のカントリークラブでゴルフをしたと。ニクソン副大統領は上院で岸をアメリカの偉大で忠実な友人と紹介したと。岸はかのマッカーサー将軍の甥にあたる親中日大使、ダグラス・マッカーサー2世にもしアメリカが、岸の権力固めを支持してくれるなら新安保条約を通過させ左翼勢力の台頭を抑え込めると語ったと。岸は CIA から内々で一連の支払いを受けるより永続的な財源による支援を希望したと。マッカーサー大使の回想によると、岸はもし日本が共産化するとアジアの他の国々が追随しないとは考えにくいと語って大使を納得させたと。フォスター・ダレスもこれに同意したと。ダレスは日本には大きな掛け金を積まねばならないと主張し、岸はアメリカにとって最良の賭けだと言ったと。アイゼンハワー自身も日本が安保条約を政治的に支持すること、アメリカが岸を財政的に支援することは同じことだと判断していたと。
大統領は CIA が自民党の主要議員に引き続き一連の金銭を提供することを承認したと。CIA の役割を知らない政治家にはこの金はアメリカの巨大企業から提供されたものだと伝えられていたと。この資金は少なくとも15年間にわたり4人の大統領の下で日本に流れ、その後冷戦期間中に日本で自民党の一党支配を強化するのに役に立ったと。そして、あと2、3ページか。で、CIA と日本人の協力は非常に望ましいと。アメリカと CIA は岸および自民党との隠密の、関係を公式に認めたことはないと。しかし、2006年7月、10年以上も続いた内部抗争の後で、国務省は CIA と日本の政界要人との間に秘密の関係があったことを認めたと。注意深い文言で書かれた国務省の声明は、 CIA が今日の時点で認めうる限りギリギリの内容は書かれていると。以下に引用すると。声明によると、1958年から68年までの間、アメリカ政府は日本の政治の方向性に影響を与えようとする4件の秘密計画を承認したと。左翼政治勢力による選挙を通じての成功が日本の中立主義を強化し、最終的には日本に左翼政権が誕生することを懸念したのであると。アイゼンハワー政権は1958年5月の衆議院選挙の前に、少数の重要な親米保守政治家に対し、 CIA が一定限度の秘密資金援助と選挙に関するアドバイスを提供することを承認したと。援助を受け、日本側の候補者はこれらの援助がアメリカの実業家からの援助だと伝えられたと。重要政治家に対する控えめな資金援助計画は、その後1960年代の選挙でも継続されたと国務省声明は述べていると。もう一つのアメリカによる秘密工作は、極端に左翼的な政治家が選挙で選べる可能性を減らすことを狙ったものだった。1959年にアイゼンハワー政権は、より親米的な責任ある野党が出現することを希望して、穏健派の左翼勢力を野党勢力から切り離すことを目指した秘密工作の実施を CIA に承認したと。この計画での資金援助は限られていて、1960年には7万5000ドル、1960年代初期を通して基本的に同じ水準で続けられたと。1964年までにはドン・ジョンソン政権の要人も、日本の政治が落ち着きを増し、日本の政治家に対する秘密の資金援助の必要がなくなったと確信するようになっていたと。さらに、資金援助計画は、それが暴露された時のリスクが大きいというのが多数意見になっていたと。日本の政党に対する資金援助計画は、1964年の初期に段階的に、廃止されたと。一方、日本社会の重要な要素に働きかけて、極左の影響を拒絶させることを目指す宣伝と社会行動にほぼ当分されたより広範な秘密計画は、ジョンソン政権の前期を通じて継承されたと。これには、控えめな水準の資金、例えば1964年には45万ドルが提供されたと。注意深い読者なら、声明の最初の文章が4件の秘密計画に触れていることに気づかれるだろうと。声明では3件しか明らかにされていないと。CIA、国務省および国家安全保障会議関係者と私が行ったインタビューによれば、4件目は岸に対する支援であると。他にも岸と同じ道をたどった者がいたと。戦時内閣の大蔵大臣を務めた加谷沖典であると。戦犯として有罪となり、終身刑の判決を受けていたと。1955年に保釈され、58年に、赦免されたと。その後、岸に最も近い顧問となり、自民党外交調査会の主要メンバーになったと。加谷は1958年に国会議員に選出された直前、もしくは直後から CIA の協力者になったと。CIA との関係ができると、アメリカを訪問してアレンダレスに直接会うことを希望したと。CIA はかつての戦犯と長官が会うことがどう受け取られるかを気にしたい。この会談は50年近く秘密にしてきた。しかし、59年2月6日、CIA 本部にダレスと訪問した加谷は、
ダレスを訪問した会は、自分が関わっている外交調査会と CIA が情報を共有するために正式に取り決めを結ぶことを長官に要請したと。破壊活動防止について CIA と日本側が協力することは極めて望ましいことであり、この問題が CIA の大きな関心事であることは誰も合意したと会談の議事録はしたためていると。ダレスはカヤを自分の工作員とみなしていたと。6ヶ月後にカヤに当てて次の日に書き送ったと。両国関係に影響を及ぼす国際問題及び日本の状況に関する貴殿の見解を知り大変興味深く感じたと。カヤと CIA の継続的な関係は、カヤが佐藤栄作首相の主要な政治的助言者だった1968年に頂点に達したと。その年日本国内での最大の政治問題は、米軍がベトナム爆撃の重要な後方基地として使用し、核兵器の貯蔵場所にともなっていた沖縄の巨大な米軍基地の問題だったと。沖縄はアメリカの支配下にあったが、11月10日に予定されていた地方選挙では野党政治家がアメリカ を沖縄から撤退に追い込もうとしていたと。 CIA は選挙を自民党側に有利に動かそうと秘密工作を展開し、カヤはその活動で重要な役割を果たしたが、その試みはわずかな差で失敗したと。沖縄自体は1970年に日本の統治に返還されたが、沖縄のアメリカ軍基地は今日まで残っていると。日本人は CIA の支援で作られた政治システム、構造汚職と呼ぶようになったと。 CIA の買収工作は1970年代まで続いていたと。日本の政治に政界における腐敗の構造はその後も長く残ったと。我々は占領下の日本を動かした、そして占領後も長く別のやり方で動かしてきた。 CIA 東京支局長を務めたボーレス・フェルドマンはそう10回したと。マッカーサー元帥は元帥内のやり方でやったと。我々は我々内の別のやり方でやったと。ということで、もうズブズブの関係ですよね。直接 CIA の工作員として岸が動いて、自ら安保条約の改定も彼の方から提案したということですね。あなたのコメントは意義があると。通訳家作ってくださいということですか。和を持ってさ、了解しました。コメントは控えたいと思います。すいませんでしたと。はい。ということで、今日の CIA 広くの朗読は今日で終わりですね。日本関係はこの第12章だけなんですね。ということで、今日読んだところのタイトルだけですね、アップします。鈴木恵子さん。で、米国は大分裂の時代に突入すると。もう本当内戦状態ですからね。これトランプが大統領選挙で負けるとですね、彼は認めないでしょうね。そして結局最高裁まで行って、その間に、トランプ派とそれから反トランプ派が内戦状態になるということじゃないですか。一部ではもう武力衝突が始まってるんですよね、これ。それと今日のティム・ワーナー、 CIA 広く
第2回朗読です。うわ、これ二つに分けますね。ということです。そして、次に第4部、日本と世界の最新情報で新型コロナウイルス感染の国内最新情報。27日付の NHK ニュースで、前日26日8人死亡、410人感染確認ということですね。でこれも本当 PCR 検査が極端に少ないから、この数字を NHK の集計で毎日取り上げてますけど、いかにこうインチキだっていうのが分かってきましたね。異常ですよ、このPCR 検査の件数の少なさ。今回は何人？何件？10月22日1日で2万1300ですって。アメリカは950万件ですよ、1日で。韓国でも30万件ですよ。何なんだと、この少なさ。5月10日付だと21万件やってたんですけど、その後極端に減ってるんですよね。これはもう感染者数を出したくないと、感染者を統計上出したくないために PCR 検査数を極端に少なくしてると。これはもう東京オリンピック開催のためですよ。ということですね。それと世界の最新情報ですね。AFP 10月27日で26日午後8時時点で死者数が115万5千人になったということで、全世界で感染者が少なくとも4308万人で、死者が115万5千人。1日25日の1日の全世界で新たに4313人の死亡、感染者が40万8900と。で死者の増加が幅が最も大きいのはインド480、次いでアメリカ461、イラン337と。で最も被害が大きいアメリカではこれまでに22万5200人が死亡、863万6000人が感染したと。で次いで被害が大きいのはブラジル、死者が15万7000、感染者が539万、次にインド、死者が11万9000人、感染者が790万、メキシコ、死者が8万8900人、感染者が89万1000人、英国、死者が4万4800人、感染者が87万人と。で人口10万人あたりの死者数が最も多いのはペルー104人、次いでベルギー92人、スペイン74人、ボルビア74人と。から中国本土で発表された死者数は4634、感染者は8万5800と、そういうふうになってますね。検査数まるでマイナンバー登録者数と。ああそうなんだ。マイナンバー登録者っていうのはこれしかいないんですか？1万9000とか2万ぐらいしかいないんですかね。ということで、今日の NHK のタイトル、
それから AFP。で今日のトピックスですね、核兵器禁止条約50カ国地域が批准、来年1月発効と。日本は、自民党政権は批准してないと。とんでもない。だから政権交代が必要なんですよ。すべて諸悪の根源は75年間にわたって日本の政治社会経済、金融、すべてを独占支配してきた自民党政権が今後もずっと続くこと、これなんですよね。だから一日も早く自公ファシスト政権を打倒して市民革命政権を樹立すると、それしかないですね。解決方法はありとあらゆるものがもう限界に来てるってことでしょ。から米国最高裁判事に保守派バレット氏就任と。本当早いよね、異常ですね。52対48、だこれはあれですよ、トランプは大統領選挙で負けた時に、郵便投票は不正があったということで結果を認めないとこういうことで、最高裁に、訴えると、不正選挙があったと、無効であると、訴えをするということで、今保守派が 6対3になっちゃったんですね。そのために急いでたんですね、トランプは。3番目、菅首相が所信表明で言い間違い連発、予算委員会火弾魔必至と。日刊現代。もう政権交代しかないと。それに全力集中すると、それしかないですよ。ああだこうだ言ったってもう所詮は根本的な解決にならないですよね。で大統領選まで7日、極右武装勢力が画策するバイデン殺害計画という恐ろしい。日刊現代。だからまさにそうですよね。250の武装集団ミリシアがアメリカにいるんですね。彼らが一斉蜂起する準備をして、バイデン副大統領、それから副大統領候補の黒人女性、この2人を殺すとこういうことを本気で考えているということみたいですね。恐ろしいね。ということと、それから5番目、米大統領選の投票率100年ぶりに高水準かと。6000万人超が期日前投票したということで、そうなんですね。おそらく 65% ぐらい投票率なんじゃないかと。すでに6000万人が期日前投票したと。関心が高いんですよ。Kさん、コンティニューコイン。で、6番目、フランスでイスラム教徒は迫害されてないと。フランスムスリム評議会が声明を出したんですね。マクロンのイスラム批判に対してものすごい反発が起きる中、在仏のムスラム、フランスムスリム評議会というのが声明を出して、フランスではイスラム教は尊重され自由に宗教活動できると
いうふうにコメントを出したんですね。群青さん、コンティニューコインですね。はい。そして今日の注目情報、日本の戦争犯罪を扱った日本映画、黒澤明監督、清か時代に向き合ったエンターテインメントと。これはスパイの妻って今やってますよね。私も見たいと思うんですけど、これがなんかあの釜山国際映画祭に、出品され、そして、ハンギョレ新聞が監督に、黒澤清監督に、インタビューしたという記事なんですね。これ21日からすでに行われてるんだ。でこのスパイの妻は太平洋戦争直前の1940年を舞台とすると、貿易会社の代表である優作は満州に出張に行き、731部隊の生体実験など戦争犯罪の惨状を目撃し衝撃を受けると。優作はこれを国際社会に知らせることを決意するが、妻の房子葵優は家庭が危険になるかもしれないという心配で夫を止めると。自分の中で葛藤を経た房子は思い直して自ら行動に乗り出すという。ですから主人公がスパイの妻なんですね。これ面白そうですね。和をもってさん、コンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。3枚か。はい、ということで、これ、このハンギョレのインタビュー記事はいい記事ですよ。これこれはベルリン映画祭で銀獅子賞監督賞を取ったんですね。話題の映画でぜひ私も行きたいと、見に行きたいと思っています。で最後、今日の重要情報、菅首相が所信表明演説で安倍前首相並みの嘘とごまかしと。温室効果ガスゼロの陰で原発推進を宣言、再稼働だけでなく新増設もっていう、とんでもないね、リテラだ。もう一日も早く自公ファシスト政権打倒なんですよ。これしかないんですよ。すべての問題を一挙に解決するにはこれしかないと。孫崎さんもトランプ劣勢と分析してました。しかし金融屋と武器屋のバイデンじゃ地球の未来は一歩後退ですねと。サンダースやウォレンなら期待が持てましたが、サンダースは金融屋に降ろされてしまいましたと。そういうことですね。ただまあ、サンダースじゃなくてバイデンとトランプだったらやはりバイデンを選ぶしかないでしょ。ということで、今日の放送は終わりです。時間が1時間54分、結構長かったですね。で、22名様、全体で104名様、コメント数が75件ということで、現在時間が夜の、日本時間の夜11時3分ですね。早いですね。今日ぐらいがちょうどいいですよね。ということで、今日の放送、火曜日の放送、これで終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。で明日水曜日ですので、普通日後放送をの予定です。まあ、9時半までには放送開始できると思いますので、よろしければ合流してくださいということで、今日の放送これで終わります。お疲れ様でした。